どうもサッカーキング編集部のミッシーです。新企画 J 旅夢キープ第2回ということで、今回は川崎フロンターレの本拠地轟陸上競技場に行ってみましょう。武蔵小杉めちゃくちゃ栄えてますよね。商店街とか、まあ、コンビニとかも何でもあるし、住みやすい街っていう勝手なイメージ。あとあれなんですよ、私事ですが、はい、昨日見事に26歳なりました。26歳初動画。マジ？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ディエゴ・フォルラン・アンドレア・ピルロ・ミッシーで26歳の抱負、今年も動画いっぱい出ます。いやもういろいろやっていきましょうよ。とどろきは場外イベントがめちゃくちゃあるんで、だからスタジアムの1時間前到着とかちょっともったいないですよね。結構時間ないから、もっと早く着いていろんなもん買って食べてからのスタジアムが、より、まあいろんな J クラブそういう企画ありますけど、まあ、その中でフロンターレはちょっとズバ抜けてるんじゃないですか。そういう企画力とか面白いイベントとかは、非日常感が一番味わえるのはフロンターレかなとは思いますよね。はい、ルートの途中にはフロンターレのオフィシャルショップもありますので、ここでぜひね、ユニフォームとかタルマフラーとか買ってスタジアムに行くのがいいかと思います。道路が幅が急に変わったりとか、まあ、歩道がないところもあるんで、まあ、交通安全には最新の注意を払ってくださいと。本当住宅街の中ですけど、橋寄って、試合の前の日ぐらいからこう上着が必要とか、はい、フロンタがツイッターで教えてくれるんです。おフロンタ今日もツイートしてましたよね、朝。そう、なんか晴れてるけどちょっと上着あった方がいいかなみたいな。この時期のこの時間はバックスタンドは西日がすごいからサングラスが、なるほど、川崎フロンターレとフロンタ両方フォローしておくといいですね。早いね。え、もう応援してるんですか。あ、バスですか。はい、ただいま轟陸上競技場に着きました。まあ、ルートがいくつかあるので、まあ、一概には言えないんですけども、まあ、大体徒歩20分ぐらいです。まあ、基本的に住宅街の中なんですけど、本当抜けるとバッと陸上競技場が出てくるっていう感じですよね。道が細いので気をつけてください。以上です。恒例のスタグル紹介でございます。やはり轟名物といえばこちら、塩ちゃんこです。お値段は500円。僕あのうどんが世界で一番好きな食べ物なんで。マジで。いや本当に今日これ食べるのめちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ。美味しいです。まあ、野菜もたっぷり入ってますし、こんにゃくすごいめちゃくちゃ大きいの入ってますよ。あとちょっとニンニクですよね。これニンニクの風味が若干効いているのがスープのアクセントになっています。まあ、こちらの塩ちゃんこ、まあ、名物ということもあってかなりアウェーサポーターの方もたくさん並ばれていました。寒い時期とか結構行列になるそうなので、シーズン序盤、まあ、終盤の結構寒い時期などは、まあ、早く来て並んで食べていただければと思います。轟陸上競技場はサッカー専用スタジアムではないので、まあ、陸上トラックがあるので少しピッチの距離は遠いかなと思います。まあ、試合全体を見たい方はぜひ、まあ、傾斜のある2階などがおすすめかなというふうに思います。まあ、やはりあとは、まあ、川崎フロンターレ名物と言ってもいいでしょう、フロンパーク、まあ、たくさん、まあ、アトラクションとか、まあ、グッズ、まあ、そしてスタジアムグルメもありますので、まあ、キックオフ 2-3 時間前、結構余裕を持って来られたらそちらも楽しめるんじゃないかなと思います。川崎フロンターレ非常に人気クラブですので、まあ、チケットが取りづらくなっていたりとか、まあ、席とかも早めに来ないとなかなかないっていうようなこともあるかと思います。早め早めでぜひスタジアムに来て
まあ、しっかり場所も確保してその上でスタジアムをぜひ満喫していただければいいかなと思います。ぜひ皆さんスタジアムで J リーグを楽しんでください。そしてチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。以上、サッカーキング編集部のミッシーでした。また次回の動画でお会いしましょう。